まして、おめでとうございます。社長です。皆さん、2023年になっちゃいましたが、いかがお過ごしでしょうか。新年といえば、皆さんこう、新しい目標とか、立ててる方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけども、僕もですね、2023年の目標を立ててしまったので、この場を借りて発表したいと思います。ズバリですね、なんとですね、実はですね、体を柔らかくする、です。はい、で、体を柔らかくするっていうのはどういうことかというと、ストレッチ、体を柔らかくするストレッチを、もうひたすらしまくって、バレリーナぐらい体を柔らかくしたいなと思ったわけです。まあね、なんでこう思ったかっていうと、卓球強い人って体柔らかい人多いなと思って、僕なんか以前に27歳の目標として、誕生日にプレー中に歯を食いしばらないようにして、体の力を抜くっていうのを目標にしたんですけど、それ以前に、体をもっと柔らかくした方がいいんじゃないかなと思って、ということで、プレーにやっぱ絶対影響するだろうなと思ったんで、ちょっとめちゃめちゃ柔軟に力を入れる1年にしたいなと思います。普段ね、ストレッチもある程度してるんですけど、まあ、人並みには柔らかいかなっていう感じなんですけど、もう上気を逸した柔らかさを手に入れたいなと思うので、めちゃめちゃストレッチしたいと思います。なので、まあ、1年後、僕がどれぐらい体が柔らかくなってるかっていうのを、楽しみにしていてください。ってことで、今現状どれぐらい柔らかいかっていうのを、まあ、なんとなくちょっと見てもらえたらいいかなと思うので、ちょっと見てください。じゃあ、ちょっと開脚してみましょうか。開脚。まあ、今これぐらいですね。これぐらい開くんですけど、で、まあ、こんなもん前屈するとこんな感じ。ちなみに Y 字バランスだとこんな感じです。ということで、いかに柔軟が卓球において素晴らしい効果を発揮するのかっていうのを僕が証明したいと思います。なので皆さん、体が柔らかくなった先を2023年バージョンをぜひ期待していてください。それでは皆さん、素晴らしい一年にしていきましょうね。さよなら。 Love and Peace。